皆さんごきげんよう、さきのです。今日はですね、私が最近気に入っているファッション通販サイトのアットランスで、ただ買うだけだとつまんないなと思ったんで、冬のねデートを意識したコーデ、私がちょっと思うにって感じだったんだけど、ちょっと作ってみましたので、ぜひぜひ見てってください。楽しかったり参考になったよって方はグッドボタンをよろしくお願いします。それではスタート。まず私が着ているお洋服なんですけど、冬ってさ、なんかコートを着て中に服を仕込んでっていうと、なんかね、私的になんかサプライズ2回目みたいな感じなの。コートを脱いだ時の可愛さ、コートを着た時の可愛さっていう、なんかちょっと得した気分になるんですよね、友達とかと遊びに行っても。なので今回はちょっとピンクとブラウンを合わせてみました。こんな感じでふわふわがついてるのですごくあったかいです。それがここの袖までちゃんとあるからね、全然あったかいですね。で、帽子がついてるんですけど、帽子もエスキモーみたいな感じ。ちょっと買いたてで洗ってないからかわかんないんだけど、ホコリがすごい飛びますね。膝ぐらいまであるので、お尻がちゃんと隠れるので、ミニスカート履いた時も結構安心かなと思います。で、これを脱ぐとですね、これまためっちゃ可愛くないですか？ここがなんか切れるデザインになってて珍しいですよね。横が結構開いてます。こんな感じのワンピース。ふくらはぎぐらいまであります。長さはだからヒールと合わせたらもっと可愛くなるかなと思う。これで、ここ私今白のタートルネック着てるけど、ここを黒にしてもすごく大人っぽくなると思うし、白だと少し可愛くなる感じかなって思いました。で、ブラウンとピンクのねコートの組み合わせってすごい好きだし可愛いなと思ったので、それを着てみました。どうでしょうか、モテんのかな。これで、私は本当は真っ黒の服とか好きだから、モテとはねちょっと程遠いんですけど、実は。こんな感じで、私これ着てる子いたら可愛いなと思うと思う。はい、はい、着替えました。見て、珍しいでしょ。これはミニスカートで膝上20センチぐらいなんですけど、パステルグリーンのコーデをしてみました。初めて私もしたんですけど、すごい可愛いなと思って、緑色ってやっぱ人をね安心させる効果とか、なんかこう癒しの効果があるかなと思ってやってみました。こんな感じで、さっきの帽子が意外と合ってるなと思ったから、これソファーの端っこに座ってるんだけど、あのピンクとか、なんて言うんだろう、ちょっと受けのいい色とかじゃなく、あえてのパステルグリーっていうのがいいよね。でもすごい可愛いなと思います。私これすごいお気に入りのコーデですね、パステルグリーンコーデだから、わざわざグリーンを選んだの、どっちも。で、値段はちょっとこの辺出しておくので、それを参考にしてもらえたらと思います。で、アットランスね、こんな感じで届くんですよ、コートとか。あの単品のコート、こういうのはね、畳んできたんだけど、他はね、こんな感じでハンガーついてるから、一人暮らしではすごいありがたいですね。なんでこれを着ないかというと、結構ホコリ本当にすごくて、喋っててホコリが口の中に入ってくるぐらいだから、ちょっと一回パフパフしないとダメかも。外でグリーンとブラウンのコートを合わせてみたりとかしても可愛いと思います。さっきのやつちょっと似てて、これも中にパフパフが中にまで入ってるやつだから、すごくあったかいですね。個人的に結構挑戦的な感じだったので、パステルグリーンコーデは。で、日本人に誰でも合う色って言うじゃないですか、緑って。だからとてもおすすめです。どうでしょうか。はい、続いてはこちらです。これはですね、ピンクの結構ね大きめなんですよ。これ折ってるんですけど、今中にバルーンみたいになるように。で、首がこんな感じでこう3回折ってるのかな、なんか最初からこうなってたのでこうしてみたんですけど、これはちょっと正しいのがわからない。こんな感じのピンクでもね、薄いピンクじゃなくてちょっと濃いめのピンクなので、私はすごい好きなんだけど、中にねキャミソールを着てるんですけど、すごいハイウエストっぽいスカートを一緒に合わせてみました。このスカートは後でちょっと着回して使えるなと思って、さっきのコードとかと合わせたら絶対可愛いと思うんですよ。ちょっと着てみましょう。はい、着てみました。どうでしょうか。絶対可愛くない。これグレーとピンクって私大好きな組み合わせなんですけど、グレーとピンクすごくお気に入りです。はい、続いてこのような感じで、さっきのスカートと青のトップスを合わせてみました。これはねニットになってるんだけど、ニットって結構ボワってなりがちなんだけど、これはね結構スマートな感じ、シュッてなってくれてるニットなので、着汗効果がありますね。とにかく私は青がすごく好きで、絶対このコーデの中に入れたいなと思ったので、青をコートで、こちらです。これはショート丈のコートになるんですけど、ここにベルトがついてて、寒い時はこうベルトをグッて止めて着られるようになってます。
まあでもちょっと開けとくかな、私は。こんな感じで水色のコーデをしてみました。で、これなんかね、青じゃなくても、この青のやつあれば、グレーと白とかでも合うし、黒でも合うし、結構暗くなりがちの冬服も、このコーデがあれば明るくなるかなと思って買ってみました。はい、続いてこちらです。これリボン合ってるかな？これはモテるでしょうよ。これは私の中で絶対モテる女の子が着てそうだなと思ってゲットしたんですけど、ブルーンとピンクとちょっと濃いピンクのチェックのワンピースです。ここがねリボンになっててギュッて締めたら A ラインっぽくなるので、すごくスタイルがよく見えると思います。で、もともとこのアトランスの服が結構モテ系のお洋服だったりとかするので、選ぶの結構大変じゃなかったですね。はい、こんな感じで多分世の中の男の人は好きなんじゃないかなっていう。よろしくお願いね。今これ着てるんじゃなくて、ここ繋がってるんですけど、ここがで、ここのなんか素材がすごく好きな素材でした。トゥルンってしたブラウスの生地になってます。で、黒のベレー帽をかぶってみました。はい、こんな感じで次。はい、続いてこれは私が一目惚れしたんですけど、ちょっとチャイナ服っぽい素材、テラテラっとしたチャイナ服っぽい感じ、わかるかな、ちょっとチャイナ服の素材みたいな感じで難しいな、私の生きてきた中ではこの名前がわからないんだけど、私の大好きな青で花柄っていうのは本当に珍しいし、すごく可愛いなと思って、これは私受けです。男受けじゃなくてこれ私すっごい好きと思ったワンピースです。はい、こんな感じで私が本気で考えたモテるデートコーデでした。どうだったでしょうか。もう完全に私の頭の中で考えた可愛い女の子はどういうのだろうっていうので決めたんですけど、まあ冬ってなんか結構カップル増えるとか言うじゃないですかまあそういう時にぜひぜひ役立ててもらえたら嬉しいなと思います。まあ私の持論なんだけど、自分の好きなお洋服を着て輝いてる人が一番可愛いと思うから、まあ、好きなお洋服を着てみてどうでしょうかでもね、ここのお洋服ブランドはすごく可愛くて、で、値段帯は正直そこまで安いってわけじゃなくって、普通になんか1万超えるものとかもあるし、やっぱ今まで結構激安の通販とか買ってきたけど、やっぱ全然違いますね。ちゃんとしてるって思いました。クリーニングかけた後みたいな感じになってたりとか、好印象なので、これからも買いたいなって思ってるサイトです。よかったらね、概要欄に貼ってあるのでぜひぜひ見てください。はい、この動画を楽しんでいただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。で、Twitter と Instagram もやっていますので、説明欄からフォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さきのでした。バイバーイ。